もう一緒に暮らしてる、カツオと。毎日、毎朝毎晩。楽しくてしょうがないよ。主食？普遍的すぎて、酸素に近いですよね。なんか。まあ、息を吸うように食べてるので、うん、難しいです。県外の人が来たら必ずカツオを食べに連れて行きますので、やっぱりなんか、自慢のものとは思ってるんでしょうね。ここは400年ぐらい前からあのカツオ漁が、まあ、すぐそこでカツオが取れる状態だったん でその頃から一本釣り漁っていう竿一本で、あの針一つ竿一本で釣るカツオ漁が始まったと言われてます。高知は経済的に豊かなところじゃないんだけど、見ての通り自然が豊かで、海に行けば何か転がってるっていうところなんで、それの代名詞がカツオで、でカツオとともに、まあ、暮らしてきたっていうか、そうお金にっていうよりはその自分たちの生活を豊かにする道具としてカツオと付き合ってきたみたいなところがあって、まあ、今のこのなんていうかね、カツオでお金を稼ぐっていう文化よりはどちらかというとカツオで暮らしてきたみたいな、カツオと一緒に暮らしてきたみたいな文化がここら辺の特徴ですね。うん、特に貧しい時なんかでも、まあ、毎日毎日カツオが取れるところ、季節によってはもう毎日取れるんで、それをいかに美味しく食べるっていうことが多分僕たちのここに住む人間の幸福感にすごく大事なことで、そのためにあの技術、目利きとか、その割った後の身を見てこれが美味しいとかっていうのが高菜屋さんとかに至るとすごいレベルを要求されたし、でそれがどん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 その計算してって、今のうちのカツオのそのハイレベルな文化っていうのが形成されてるんじゃないか。隣の町の黒潮町が、この見ていただいた通り完全天日塩の発祥の地なんですよね。完全天日塩というジャンルでして、すごくシンプルに言うと太陽の力のみで2ヶ月以上かけて作ると塩、今回のたたき用の塩とかもそうなんですけど、暮れのカツオはすごく味が強いので、あのいつものサイズよりちょっと粗めのバランスを多めにしたりとかなんですけど、食べるときにあのカツオにグリップする塩、あのひっついて溶ける塩っていうのも必要なので、パウダーとその粗塩のバランス、毎日こう触りながら感触でちょっと粗いなっていうと多く入ってこう崩していく。カツオも、時期によって味も変わってきますし、それに合わせてこう塩をチューニングしていくっていうイメージですね。バランスであったりとかで、全国的にもまずないと思うので、ここまでカツオにフォーカスした塩っていうのは自信持って出しています。地元のものって言ったらやっぱりカツオなんですけど、まあ、あのカツオのたたきとか味の濃いものには特にあの食べながら飲む文化なので、本当に食べて飲んでがずっとできるお酒になります。高知は赤身の文化で、カツオには合わせやすいお酒ですし、赤身のお魚にはすごくあの合わせやすい、1杯目よりも2杯目3杯目がどんどん美味しくなって、2杯目3杯目からがまあ本当に強みを発揮します。やっぱここ半農半漁の町だから、農家の方までカツオを食べる文化があって、カツオを持ってって野菜をもらう、野菜と交換、物々交換する。その中で当然その稲作のお米と一緒に藁ももらったりして焼くっていう習慣が昔から続いてて、でやっぱり魚屋さんの僕の立場としては、藁は火力がとにかく強い。でお刺身が大好きな文化だから、お刺身をきれいに残すために強火で一気に焦がす。その火力が一番藁が強くて、もう1分ぐらいできれいに周りだけ焦げて中のお刺身はそのまま残るっていう焼き方には一番藁がやっぱり適してて、で僕たちにとってもありがたい道具なんだけどね。明日のことがわからないから計画性もなくて、で明日カツオが取れなかったら半分、まあ、魚屋さんも休みみたいな状態だから不安定なんだけど、
まあ、なんとなく400年間それで幸福に生きてきた自信が僕たちにはあって、だからあんまりどんなに取れなくても3日4日1週間取れなくてもぐーぐー寝れる高知の人間にはおそらくなんか自信と冒険心が混在してるんじゃないかな。僕もだからサラリーマンやって帰ってきたんだけど、やっぱりサラリーマンの30年後が見える生活よりもなんか3日後が見えないこの生活の方がなんかやっぱりなんか板に合ってるっていうか、なんかワクワクしてしまう。逆にきっと明日もこれなんか生きてみせるぞとか、もっといい生活にしてみせるぞみたいな、同じじゃないことの幸せ感っていうのがすごく感じるところだと思う、山か海のを使ったこう仕事がしたいなと。で、山はどうしてもその炭を焼いたりとかっていうのは有限な資源、ただ回数は無限にあると思って、よしこれはもう原点で勉強しようと。で、22の時に弟子入りさせてもらって、で2年間修行して、で中田でここで独立したっていう形です。不自由もたくさんあるんですけど、むしろ僕らはそれを楽しむ生き方というか、キャンプとかでもそうじゃないですか、みんな不自由を逆にこうお金払ってでも楽しみに行く、中田さんだから楽しめる生き方というか、そういうのを伝えていきたいですよね。そしたら若い世代で僕みたいなそのスタートアップじゃないですけど、ね、産品を作ってとか、そういう生き方をこう示していけたらいいですよね。トライする人が、チャレンジできる人がいっぱい来てくれるような街になったらいいなと。